今日は、先日メルカリで落札をしましたモンブランマイスタースティック144、1日使ってみたので、この万年筆の紹介をしていきたいと思います。こちらの、マイスタースティック144は、モンブランの中でも、コンパクトな、万年筆になります。キャップがネジ式ではなくて環合式となりまして、開け閉めが非常に、楽にできます。ペン先は、14金ですね。14金になります。このモデルは、金とシルバーのバイカラーの、モデルになります。でインクもモンブランというと吸引式なんですが、こちらは、カートリッジもしくはコンバーターで使うタイプになります。今コンバーターがついてます。はい、では早速書いていきたいと思います。今、書き始めですね。書き出しが、ちょっとインクの、が出なかった感じになります。ちょっと、インクフローがあまり良くないのかもしれないですね。ペンの、太さは、太字のような気がしますね。中字よりも太い気がします。太字の万年筆は、使ったことないので、これがこの太さの万年筆としては、初めてになります。セーラーの筆で万年は持っているんですけど、通常の万年筆タイプでは、この太さの、ペン先は、初めて使います。やはりこう書き出しがちょっとインクが出ない感じですね。ペンのあたりがソフトで、点というよりも面を使って書いている、感じがします。書き出しでインクが出ないことがあるんですけど、一度出る と、スラスラと、インクは、出てきます。
太字なんで小さい文字は書きづらいのかなっていう気はしてたんですけど、実際このモンブランの太字だと思うんですけど、使ってみると意外と小さい字も書くことができます。小さい字に関しては、ペリカンの M800 も、これより字は細いんですけど、小さい字に関してはなぜか、こっちのモンブランの方が字は太いんですけど書きやすいですね。やっぱり書き出しでちょっとインクが出ないことがありますね。書き始めると問題ないんですけど、でもすごい本当に、タッチがソフトですね。柔らかいっていう感じはないんですけど、すごくぬるぬるとスラスラという感じで書くことができます。インクはモンブランのミッドナイトブルーを使ってます。太字も面白いですね。でインクの濃淡がある出るんですけど、この濃淡をコントロールするっていうことはちょっと難しいのかな。ちょっとペリカンの M800 を書いてみたいと思います。はい、こちらペリカンの M800 です。こっちの方が、インクはよく、出ますね。かすれることはまずないです。一応これは EF ペン先なんですけど、意外と EF にしては太いかなっていう印象です。ただモンブランの144に比べるとやっぱり細いですね。ただなぜかモンブランに比べると字は細いんですけど、小さい字がなんか書きにくいんですよね。なんでですかね、書きづらいっていうか、不思議です。インク出るかな？あ、やっぱ出ないですね。こっちの方が小さい字書きやすいんですよね。
ペンが小さいからなのかな。ちょっとよくわからないですね。はい、実はですね、明日こちらのモンブランを、ペンクリニックですかに、ちょっと持っていく、予約をしました。なので、ペンクリニック行った後にですね、もう一度動画でどれだけ変わるのかですね、ちょっとまた配信できたらなと思います。